妖怪ウォッチプニプニやっていきましょう。今回はですね、今までメインで使っていた方のアカウントを使って無限地獄の新しいボス第8サンズマルと戦っていきたいなと思います。で、無課金、完全無課金のアカウントの方はね、どうしたのかというと、今レベル44ぐらいでおのぼりクロトンにね、手こずってます。で、ちょっとね、時間がかかりすぎるんで、とりあえずは昔使ってたアカウントの方でね、こいつ戦わせてください。行きましょう。さて、あと今イベントやってるよね。イベントの方もね、ちょっとやっていきたいなと思うんだけどね。さあ、そうそう、なんかボスが手に入るんだよね。この見たことのあるような妖怪は第8サンズマルでウィス。大きな釣り糸でパズルの邪魔をしてきますよ。攻撃までのアカウントに注意して戦いましょう。確かデカプニを連れていっちゃうんだよね、こいつは。始まった。おい、一発が重い、一発がすごい重い。デカプニをこいつね、持っていっちゃうんですけど、ちょっとカウント見てるね、余裕がないんで、持っていかれたらもうしょうがないよ、これは。おいおいおい、ちょっと削られ方半端ないな。フィーバーフィーバー、おきたー、危なかったー。でもこれジバニャンがもう救出できない感じなんだけど、必殺技使えないかな。あ、ダメだ、もうすごいでっかいジバニャンのプニがあるんだけど、これはもうダメなんだ。あ、もうこれはもう完璧勝ちましたね。まだよ、間に合った。こんだけぶち、勝てた。まあ、これだけぶち込めばね、さすがに勝てるけど。あ、このボス分かった。攻撃するか、もしくはデカプニをね、連れていくかのどっちかなんだけど、これ攻撃ばっかされてしまうと結構厳しいね。一発一発の破壊力がすごいあるから。いや、ちょっと強かった。はい、ということで、じゃあ次回の動画はですね、今回ちょっと短いですけどね、無限地獄の第4階層のボス、何ですかね、あいつか、月影入道ってやつか。無限地獄は慣れてきましたか。さあ、張り切っていきましょう。おや、今ギョロギョロとした目玉が見えた気が、月影入道だね。あ、こっち行くんだ。え、どっち行くの。あ、今度は下に下がるんだね。うん、あ、みんな早いからもうやっちゃってるね。はい、じゃあ僕もですね、ちょっと急いで月影入道までやっていきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。